4月24日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて190円8銭高い 22,278 円12銭で終えています。190円高になります。トピックスの方も昨日に比べて18ポイント上昇し1769で終えています。近頃にしては大幅高といっていい上がり方だったと思いますが、こちら日経平均は一番高いところで 22,304 円というのを5場終盤につけていまして、 22,300 円台に一時乗っける場面がありました。商いも大きく膨らんでいまして、このところにしては売買代金多めであります。2兆4300億円、売買高株数も14億6900万株というところで、このところの水準に比べますと大商いというのが今日東京市場の動きになります。全体の8割にあたる1600銘柄が値上がりしました。今日の株価水準を日経225冷やしチャートで確認しておきましょう。こちらであります。このオレンジ色の線75日線なんですが、今日は終値でも75日線を微妙にではありますけども上抜いてきています。このあたり今日の市場の強さというところで75日線超え、200円近い上げ幅を記録する場面もありました。終値でもほぼ今日の高いところで引けています。190円高になります。今日の株高の演出役は何といっても為替でありましょうか。ドル円相場が今日はおおむね108円台の後半、一番ドルが高い、つまり円が安いところですね、円安のところでは108円の80銭台と、もう109円に迫るかという場面がありました。円安株高といった格好の東京市場であります。為替の円安を受けて今日資金が流れ込んだのが輸出関連銘柄であります。このところ元気がなかった自動車株などに今日は資金が流れ込みました。7203トヨタ自動車5分足チャートです。昨日の終値から大きく上の方向に離れて始まりまして、売り物を緩やかにこなしながらこのように右肩上がりと、トヨタもほぼ今日の高いところで引けています。トヨタ140円高 2% の上昇であります。トヨタ自動車そんなに簡単に値動きする株ではありませんが、トヨタにして 2% と、かなり大きな上昇率でありました。トヨタ冷やしです。このところややじわじわと戻しかけていますけども、トヨタ自動車今日はこの陽線ですね、昨日の終値から窓を開けて買われてしっかりした陽線をつけていると、75日線まではあと一歩というところまで株価戻してきています。トヨタ 2% 高になりました。一方で冴えなかったのが、ディフェンシブ関連からやや資金流出と、売られる銘柄が目立ちました。例えばこの4452花王であります。アメリカ北朝鮮情勢、それからシリア情勢、そして米中貿易摩擦といった、国際的に懸念される事項が出るとこのように花王などといったディフェンシブ関連買われる傾向が強まっています。ただこちらそうした国際的な経済摩擦ですとか戦争リスクといったものが後退すると一気に売られるというのがこのところのディフェンシブ銘柄、花王に代表される動きであります。今日も円安で外需関連に資金が流れ込んだと、このあたりなんでしょうか。こちらは今日は小安く68円安という水準で取引を得ています。今日は1ドル108円台後半の円安ということで、円安株高といった1日の動きになりました。以上東証アローズからお伝えしました。